皆様こんにちは。日本の心の歌コンサート、歌は心で歌うもの、第4回船村メロディを歌う会の開演でございます。司会進行を務めさせていただきます、私は樋口和美でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。歌は聴く者の心に響いてこそ歌であり、心に残ってこそ歌であるという船村先生の言葉の通り、先生の歌は私たちの心の中に生きています。そしてその輝きは日を追うごとに輝きを増していきます。4回目を迎え、今回はこれまでと趣向を変えまして配信でお送りすることになりました。そして今回は船村徹先生の専属の仲間たちバンドの皆さんの生演奏で歌っていただく大変豪華なコンサートでございます。それではまず演奏に先立ちまして、主催者を代表して日光市中心市街地集客拠点施設イベント実行委員会の西岡和興会長よりご挨拶申し上げます。こんにちは。やっとでございます。当ホールっていう言いますか、当施設でもですね、6周年記念ということだったんですが、緊急事態宣言下でなかなかイベントも開催できず、先週やっとまあライブと次の日には、お囃子、これをやりまして、やっと生の演奏を、こう肌で感じることができました。今日は素晴らしい生のバンドで、歌えるということは、まあ、難しいこともあるでしょうけど、こんな気持ちいいことはないのかなと思っております。私も歌ってみたいっていうくらいにこの生バンドで感じております。今日の参加者の皆様には、リラックスして、楽しんで歌っていただきたいと思います。主催者側からのご挨拶といたします。続きまして、来賓のお客様からご挨拶を頂戴いたします。船村徹先生の奥様であり、有限会社喜怒哀楽社代表取締役社長の福田よし子様よりお言葉を頂戴いたします。福田社長、お願いいたします。こんにちは。今日は大変楽しみにしてまいりました。無観客ではありますけども、素晴らしいミュージシャンたちが見えてます。そのミュージシャンの伴奏で歌える皆さんが羨ましいです。でも今日はカラオケ大会ではありませんので、大いに楽しんで歌っていただきたいと思います。私たちも楽しみに聴かせていただきます。それでは頑張ってください。ありがとうございました。それでは早速船村メロディを歌う会を始めさせていただきたいと思います。まずは本日伴奏してくださいます船村徹仲間たちバンドの皆様をご紹介させていただきたく思います。皆さんはプロのミュージシャンとしていつもいろんなアーティストのコンサートですとかテレビ番組などにご出演されている素晴らしい演奏家の皆様でいらっしゃいます。それではお一方ずつご紹介させていただきたいと思います。まずはじめにバイオリン本井誠さん。続きましてギター斉藤君康さん。アコーディオン水野博文さん。ギター斉藤勲さん。ベース浅本義哲さん。ピアノ蔦正金さん。
はい、以上が船村徹仲間たちバンドの皆様でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今回もたくさんのご応募の中から選ばれました14組の皆様、そしてカラオケ予選会月間チャンピオン3組の方、合計17組の皆さんが船村メロディーを熱唱してくださいます。映像をご覧の皆様にもどうぞ一緒に船村メロディーを口ずさんでいただき、船村メロディーをたっぷりとお楽しみください。最初にお送りいたしますのは作詞星野哲夫さんとのゴールデンコンビにより生まれました名曲、風雪流れ旅です。昭和55年北島三郎さん37枚目のシングルとして発表されました。第32回 NHK 紅白歌合戦の大トリで歌い、北島さんが見えなくなるほどの紙吹雪が舞い降りる猛吹雪の演出は伝説となりました。以降紅白歌合戦では7回もこの歌が披露されております。それでは渡辺優子さんに歌っていただきましょう。お願いいたします。
渡辺裕子さんの歌で風雪流れ旅をお届けいたしました。続いての曲は作曲家船村徹の原点といっても過言ではございません。昭和30年船村先生の最初の大ヒット曲、別れの一本杉です。作詞は下積み時代苦楽を共にした名優高野公代さん。50万枚のセールスを記録し、当時としては爆発的な人気となりました。これにより春日八郎さんの歌手としての地位は確固たるものになったそうです。それでは歌っていただきましょう。歌は根岸正美さんです。お願いいたします。泣けたけあの子と別れた悲しさに山の駆けす泣いていた一本杉の石の地蔵さんのよう村外れ ございます。根岸正美さんの歌で別れの一本杉でした。続きましても春日八郎さんのナンバーをお届けいたします。昭和54年に発表されました夜行列車をお送りしましょう。作詞は中山大三郎さん。歌っていただきますのは原田圭二さんです。それではお願いいたします。黒が妹が
車よ俺を乗せた青い容疑者よ線路の岸に恥ずかしい見つめれば溢れくるこの涙いやこれしたよ汽笛なせよ泣いて泣いて泣いて走れよ ありがとうございます。原田圭司さんの歌で夜行列車をお送りしました。続きましては昭和32年青木越さんの歌で大ヒットしました柿の木坂の家をお送りします。作詞は石本美由紀さんでいらっしゃいます。この柿の木坂を目黒の柿の木坂と思っていらっしゃる方がいらっしゃるんですけれども、こちらの方は広島県廿日市の明石峠付近にある坂の名前が由来ということでございます。山あいの自然豊かな場所をイメージしてこの郷愁あふれるメロディーが紡ぎ出された、そうですね。それでは歌っていただきましょうか。歌は福島ひろしさんです。お願いいたします。福島ひろしさんの歌で柿の木坂の家をお送りしました。
さて、昭和62年、美空ひばりさんは長い入院から復帰。その第一作としてレコーディングして12月に発売された作品が、星野哲郎さんとのコンビで作られた名曲、乱れ髪です。歌詞に出てまいります潮や崎は、潮の流れが激しく暗礁も多い難所として古くから知られ、行き交う船舶は灯台の明かりを頼りに航行します。男と女の運命と重ねて歌う不朽の名曲。歌ってくださるのは赤沼よしこさんです。お願いいたします。よしこさんの歌で乱れ髪をお送りいたしました。続きましては五木ひろしさんが歌われました忘れ宿をお送りします。中山大三郎さん作詞のこの歌は昭和54年発売のアルバムに収録されていました。若い頃、下積み時代の五木ひろしさんは船村先生から応援を受けていました。そのご恩と追悼の思いを込めて、忘れ宿を平成29年に新たに録音して発表されたそうです。それでは河来俊宗さんに歌っていただきましょう。お願いいたします。
これでいいねと宿帳に妻とあなたは書き入れる窓の外悲しげに泣く虫を聞きながら浴衣の胸に指をやる寂れたこの宿が今の二人に似合うわね忍び合い燃えたとって明日はまたよその人しみじみと利宗さんの歌で忘れ宿でした。続きましては昭和54年にリリースされました松原信枝さんのデビュー曲女の出船です。作詞は山田隆夫さん。松原さんはこの当時16歳、大分県の山間部で育った松原さんはデビューキャンペーンで北海道に行くようになり、初めて海や船をしっかり見て桟橋がどういうものかを確かめたんだそうです。今日は田中美恵さんに歌っていただきます。お願いいたします。涙涙涙涙涙枯れても枯れるな恋よ、船に私は乗るあなた桟橋で白いあとはさよならさよなら、女の出船、
日はどうにかなる。今夜見る夢に愛を信じてゆく一人の旅路。さよなら、さよなら。女の出船。田中美恵さんの歌で女の出船をお送りしました。さて、船村先生は生涯にわたってさまざまな社会活動をなさっていました。その中でも刑務所への慰問は昭和33年26歳の時から続けていた活動です。昭和56年、岐阜県の女子刑務所に行った時に船村先生自身が作詞作曲し、ギター一本で歌ったのが、のぞみです。約400人の女性の心を震わせ、歌い終わった時には、彼女たちの泣き止まぬおえつが続いたということです。それでは、水沼秀明さんに歌っていただきましょう。お願いいたします。ここから出たら母に会いたい。同じ部屋で眠ってみたい。そしてそして泣くだけ泣いて、ごめんねと思いきりすがってみたい。旅に行きたい。坊やを連れて汽車に乗りたい。そしてそして静かな宿ごめんねと思いきり抱いてやりたい。水沼秀明さんの歌でのぞみをお送りしました。愛媛県大洲市の肱川から伊予灘へと霧が吹き出す自然現象、肱川嵐。
作詞家北条誠さんは先の見えない切ない女心と一途な思いを肱川あらしに例えて表現しました。伍代夏子さんにとっては初めての船村先生の作品でした。今日は原康夫さんに歌っていただきましょう。お願いいたします。康夫さんの歌で肱川あらしをお送りしました。船村先生の内弟子走り祐介さんの出身地北海道の網走にある刑務所から出所する夫を迎える妻の思いを綴った呼人駅という曲、かつて坂本冬美さんが歌った楽曲ですが、平成22年1月走り祐介さんがセカンドシングルとしてリリースしました。今日は金崎大吉さんに歌っていただきましょう。お願いいたします。夏真冬で流氷だけで最果ては何にもなかった。
縛れてた。待っているのが愛の証の信じてよかったよりも忘れていないか、あの人は高まるこの胸に3秒1秒近づく汽笛が足にみ橋を渡って笑顔になってあの人が私のところに今帰れる隠して迎えに佇む黄泉の駅線路の向こうはなさいとかもめよお前も迎えに来たのね。金崎大樹さんの歌で予備と駅をお送りしました。続きましても走りさんの楽曲です。走り祐介さんが内弟子として修行を重ねデビューをされましたのが平成21年歌手を目指して後にした故郷の網走への思いを鮮やかに綴られた望郷演歌、日本コロンビアから発売されたデビュー曲、それが流氷の駅でした。福島徹さんに歌っていただきましょう。お願いいたします。
さんの歌で流氷の駅をお送りしました。27歳で船村先生に弟子入りし、その後8年間の内弟子修行。そんな静香太郎さんがデビューしたのが平成12年。それが星野哲郎さんの作詞の作品、限界男歌です。高橋いちこさんに歌っていただきましょう。お願いいたします。怒涛さかまくやんちゃな海に惚れて飛び込む俺なのに、ナンバしようとか限界なだよ。コップでガシャガシャかき混ぜて一気飲みして五体を燃やし、エビでタイツルやから夢を波の拳が打ち壊す、ナンバしようとか限界なだよ。高橋いちこさんの歌で限界男歌をお送りしました。遠洋漁船の船員として
パナマやインド洋を漁をしてきた鳥羽一郎さんが、海が荒れれば命も落としかねない中、心を癒し励ましてくれたのが船村先生の歌だったそうです。歌手への思いを断ち切れず、27歳で上京し、船村先生のもと内弟子修行を得て昭和57年にデビュー。その10年後、デビュー10周年記念曲を発表します。それが星野哲郎さんが作詞した親父。まさに師弟の固い絆を歌っています。今日は秋元勝さんに歌っていただきましょう。お願いいたします。子でも孫でもない人の心を日の子背負って育ててくれた。仰げば尊し親父の周りの痛やさに恨んだ日々が今じゃ恋しく懐かしい。今朝がけ世間の無情を広い背中でさらりと受けて、にっこりひなやげやす親父の笑顔、黙って学べということなのか。俺も持ちたいあの心。秋元勝さんの歌で親父をお送りしました。船村先生の作品を68曲歌った歌手がいらっしゃいます。それは島倉千代子さんです。東京だよおっかさんをはじめヒット曲をたくさん出し、亡くなるまで歌い続けた昭和平成の大スターです。船村先生が名優高野君雄さんと島倉さんのために作った作品里子月夜は昭和32年に発表されました。しかし発表待たずに高野さんは帰れぬ人となりました。今日は船村先生と同じ栃木県出身の歌手で船村徹同門会の会員でもいらっしゃいます高瀬のり子さんに歌っていただきましょう。お願いいたします。
のりこさんの歌で里子月夜をお送りしました。さてここからは月間予選のチャンピオンの方お三方に登場していただきましょう。予選会は2020年10月から12月にかけて行われました。船村徹記念館3階にありますカラオケマシンダムの採点機で最高得点を獲得した皆さんです。まず登場していただきますのは2020年10月の月間チャンピオン須永和美さんです。歌は五代夏子さんが歌われました肱川嵐です。お願いいたします。
のチャンピオン須永和美さんの歌で肱川あらしをお送りしました。続いては11月のチャンピオン柳瀬昌司さんにご登場いただきます。歌っていただきますのは1962年に発売されました北島三郎さんの2枚目のシングル、作詞は星野哲郎さんで涙船です。お願いいたします。Oh,
び立ち、あてにゃすまいぞ、いやんしゅかもめ、火事で操る船のように女心はままならぬ。11月のチャンピオン柳瀬昌司さんの歌で涙船をお送りしました。さあ、いよいよ最後の出場者の方となりました。12月のチャンピオンは南史郎さんです。本日歌っていただきますのは青木浩一さんが歌われました男の友情です。お願いいたします。So
寂しく呼んだら泣けてきた黄昏赤い丘の道2020年12月のチャンピオン南史郎さんの歌で男の友情をお送りしました。以上で出場者の皆さん全員の歌が終わりました。お聞きしますとほとんどの方が生のバンドで歌うのは今日が初めてということだったんですが、大きなステージでどなたでもみんな堂々と歌っていらっしゃいました。そして何よりも皆さんが船村メロディーを楽しんでいらっしゃる姿が印象的でございました。素晴らしい歌を皆様ありがとうございました。そして本日演奏してくださいました仲間たちバンドの皆様、大変な長丁場でございました。本当にお疲れ様でございました。改めまして御礼申し上げます。皆様も拍手の方お願いいたします。ありがとうございました。皆様お待たせいたしました。それでは本日のスペシャルゲストの登場でございます。内弟子として船村先生の身近にいらっしゃいました静香太郎さん、そして天草二郎さんのお二方です。まずは天草二郎さんにご登場いただきましょう。それではお願いいたします。酒というやつは理事になるやつだ。飲めば飲むほど心にしみる。下手な慰め並べるよりもぐっと行こうぜ男なら、出てきたとし俺もお前も甘く咲かたぎ。
行けばお前も漁師のせがれ、何を迷って東京暮らし、海を見下ろす岬の家にゃ揺れているんだろう星がきが、帰れないけどおふくろさんよ、腹で詫びてる甘く咲かたい。皆様どうもお久しぶりございます。クラウンレコードの天草二郎と申します。船村メロディーを歌う会も僕も予選会からいつも呼んでいただき歌わせていただいてたんですけども、この世の中なかなか出演もなく、まあ今日ご出演いただいた皆様もそうだと思うんですけれども、こうやってやっとこういう形ではございますけれども歌わせていただける喜びに感謝して今日は歌わせていただきます。これからもっともっときっと良くなって、たくさんのお客様の前で皆様の顔を見ながら歌える日が来るのを願っております。今船村徹先生に一番最初に作っていただいた16年前の天草かたぎという歌を歌わせていただきました。ふるさと熊本県の天草なんですけれども、その天草に作詞の水木玲司先生が行かれた時に実際に感じたものを詩にされた歌で、僕のドキュメントの歌でございます。今でも大切に歌っている作品でございました。あと一曲今日は歌わせていただきます。よろしいですか。今の最新曲で天草城下っていう歌なんですけれども、これは船村先生が亡くなられてから発売された歌なんですけれども、先生が残してくださった遺作の作品になります。ちっちゃい頃僕が昭和の生まれで野山を駆け巡ってた、そのいい頃の情景が浮かんでくる作品でございます。それでは聴いてください。天草城下です。雨雲が西へ流れるふるさとは雨だろうか、おふくろがむしろをたたむ、妹が急いで帰る、二つ
密柿も落ちたろう思い出を甘く濡らしてふるさとに雨いつの日か思いを果たし手を振って帰って行こうあぜ道よ森を変わるな ありがとうございました。今日は一緒にその船村先生のもとで修行させていただいた静香太郎先輩が来てらっしゃいますんで、静香先輩はい、お呼びになりましたでしょうか。はい、呼びました赤鬼さん青鬼さん、はい、すいませんいや久しぶりですね。いいね、この1500人の皆さんの前で。そうですね、もう盛大な拍手をいただきながら歌うのは気持ちよかった。ちょっと待ってくれる、はい、天草さんしか見えないんで今、はい、ちょっと先生にさ、はい、すいません、これをね、はい、バチカ売りますね。うん、バチカ売る、はい、嬉しいね、はい、やっぱり先生の船村メロディーを歌う会に、うん、今日は一緒に出させていただくっていうんで、やっぱり初心に帰ってデビュー曲を1曲目にね歌わせていただくようにちょっと話をしたんだけど、素晴らしい、嬉しい。やっぱりね、静香さんが、うん、俺デビュー曲歌うんだっつって言うんで、俺もちょっとね、やっぱり天草かたぎがやっぱり一番思い出に残るんですよ。やっぱデビューの時っちゅうったら、譜面抱いて寝たもんね前の日ね、やっぱりデビュー前のね、はい、静香の泣いてましたよね、うん、なんで知ってんの。いやいやいや、なんか横向いたふりして泣いてたじゃないですか。笑ってたのいやね、そういうもうだいぶ前の話になるけど、うん、そうですね、うん、でもこうやってこれやこの世の中どうなっちゃうんだろうと思った時に、うん、本当ね、うん、大変な世の中だったけど、まあ今もそうなんだけども、うん、こうやって歌う機会を本当に作ってくださって、本当、はい、ありがたいと思います。本当ありがたい、はい、何この間は、うん、なんかもう感激で、ね、はい、もう俺はもう歌っちゃったんで、もう、はい、帰るしかないので、しろさん、はい、今から歌いますよ歌わせていただきます、はい、もういいですか、まだ喋りたいんでしょ。まだ、いやいや、もうただ帰りの時間が、僕が喋り出すとキリがないんで、はい、いいんですか、もう帰って。どうぞどうぞ、わ、はい、かりました。それでは聞いてください、静川太郎先輩で限界男歌です。青春を転げ転げて戻ってきたよ。どんな人
とうとう大阪幕やんちゃな海に惚れて飛び込む俺なのに、なんだしよっとか私は雲見て明日を読む、俺は雲見てあの子を思う、だらしないぜとカモメが笑う、笑うカモメにゃ罪はない、なんばしよっとか限界なだらいえ、デビュー曲はキーが高いんで苦しいかなと思ってたんですが、なんとかこれ4つコーラスがありまして2コーラスでよかった、そんなわけでね、本当に皆さんも、お約束通りって言いますか、この大変な世の中でだんだんとね、注意書き通りじゃないですけども一切声は出さないように、拍手だけでお願いしますっていうね、言葉をちゃんと守って、拍手は割れんばかりの拍手を頂戴いたしました。ありがとうございますね。もう今は友達でも皆さんどんな声してたかなあの人っていうぐらい声はね、なかなか電話でいつも喋ってるわけじゃないんでね、そういう世の中になりましたけど、いずれ本当に天草君も言ってましたけども、絶対にいい時がやってくると思っております。第6波なんか来てたまるか、そんな感じで今日この頃を過ごしております。では私にももう一曲歌わせていただきたいと思います。実の父親、自分の親、また船村徹先生育ての親、両方の父親をイメージして歌わせていただいております。もう一曲聴いてください。ごめんよ親父。しけても酒飲むだけで遊んでくれもしなかった、小遣いせがめばじろっとにらむ、そんな親父が嫌だった。今では自分も親父になって、親父の背中思い出す。男の勝負は荒海あいて、厳しい
背中が教えてた。ごめんよ親父よ、ごめん。ここ一つもできないままで親父が飲んでた酒を飲む。ごめんよ親父よ、ごめん。道の駅日光、日光街道ニコニコ本陣、多目的ホールから初の試み、配信と生演奏でお送りした第4回船村メロディーを歌う会、いかがだったでしょうか。来ましたね、赤鬼さんと青鬼さんですね、はい、お二人揃われましたので、最後にですね、ゲストのお二方から一言ずつ感想を頂戴したいと思います。天草さん、どうですか。出場者の皆様、どうでしたか。やっぱりさっき挨拶でも言いました通り、正直言って久しぶりなんですよ歌うの、うん、でまあね、それに本当に自分も感動しますし、皆様の満員席のね会場でまた近々歌える日が来るのを願っております。今日どうもありがとうございました。はい、では続きまして静香さんからも一言頂戴しましょう、はい、右に同じく、あ、右に同じくね本当に皆様、本当今日はありがとうございました。やっぱりステージで多くの皆様の前で歌えるっていうこの喜び、本当に今日は噛み締めてます。船村先生の楽曲を歌わせていただけるっていうこの喜びも、本当に今日の一日は生涯忘れることがない一日になります。皆様どうもありがとうございました。はい、天草さん、静香さん、本日は本当にありがとうございました。このニコニコホールの隣にあります船村徹記念館では、船村徹の歌の世界を心ゆくまでご堪能いただけます。ぜひご覧いただければと思いますし、またこの配信をご覧になられている方も、どうぞこの日光にお越しの際には船村徹記念館にお足をお運びくださいませ。昭和から平成、そして時代は令和へと、過ぎ去ってきましたが、時代を超えて歌い継がれる船村メロディー、船村先生の言葉、歌は心で歌うもの、この思いを胸にこれからも皆様と共に歌い継いでまいりたいと思います。また今世界で流行っておりますこのコロナというものが、いち早く収束して平和な世の中に戻ることを心より祈っております。本日は最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではさようなら、ありがとうございます。